ギュンター・フォン・クルーゲは、第二次世界大戦中のドイツ国の軍人。最終階級は元帥。軍集団司令官などを務めたが、7月20日事件に関わった容疑で自殺に追い込まれた。ポーゼンで、プロイセン王国のマックス・クルーゲ少将の息子として生まれた。父は1913年に世襲貴族に除され、フォンを名乗った。 弟のボルフガングも兄同様に軍人になった。士官学校時代、知的能力において、軍を抜いていたために同期からリコーナ、利口なハンスと呼ばれた。これは、当時のドイツで話題となっていた、算数を解く能力があるとされた、現場ハンスとかけられたものである。このことから、クルーゲは、ハンスギュンターと呼ばれるようになった。本名に、ハンスは含まなかったが、 後に役所に正式に登録している。第一次世界大戦中には、参謀将校、陸軍大尉として、ベルダンの戦いに従軍した。第一次世界大戦後は、ベルサイユ条約で、兵力10万人に制限されたバイマル共和国の陸軍に選び残され、1930年に、大佐、1933年に、少々、1936年には、 砲兵大将と異例の早さで昇進した。華麗海峡の防備体制を視察する、西方軍新司令官、クルーゲ元水、第二次世界大戦が勃発すると、第四軍の司令官として1939年に、ポーランド侵攻作戦に従軍する。1940年5月に開始された、西方電撃戦では、第四軍を率いて、アルデンヌの森を通り、 フランス軍を撃破、先行によって、同年7月に、陸軍元帥に昇進した。1941年6月に開始されたソ連への、奇襲攻撃、バルバロッサ作戦では、第四軍司令官。12月からは、モスクワ攻略の失敗により解任された、フェードア・フォンボック元帥に代わって、中央軍集団の指揮を取る。第四軍司令官当時に、 アインツ・グデイリアンの第二装甲集団の補給の責任を負う立場にあったが両者は作戦指導をめぐって対立。中央軍集団の司令官に就任した際にグデイリアンの解任劇をめぐって二人の関係はさらに悪化。1943年にグデイリアンが装甲兵装官に就任して軍務に復帰した際にはあわや血統騒ぎを起こすほどだった。 1943年10月、交通事故で重傷を負いエルンスト・ブッシュと中央軍集団司令官を交代する。回復後の1944年7月中旬、ゲルト・フォン・ルイントシュテットの後任として、西方軍司令官に着任し、イギリス軍の機銃装車でエルビン・ロンメルが重傷を負うと、B 軍集団司令官も兼務した。 ドイツ国防軍内部における反ヒトラー活動の首謀者の一人、ヘニング・フォン・トレスコー少将が中央軍集団で彼の主席作戦参謀を務めていた。クルーゲは反ヒトラー活動に複雑な感情を抱いていた。彼はトレスコーのヒトラー暗殺計画を知っていたが、1944年7月20日の クラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐による暗殺計画が失敗に終わった後、ハン・ヒトラー勢力への支援を拒絶した。一方で、すでに親衛隊に逮捕されていたフランス占領軍司令官、シュトゥルプナーゲル大将の釈放命令を下すなど、態度は揺れていた。その後も、西方軍司令官に止まったが、ノルマンディに上陸した、連合軍に対する反抗作戦計画で、 ヒトラーと意見が対立。連合軍による激しい砲爆撃で、反抗作戦がはかどらず不況を買った上、連合軍の空襲で、ヒトラーとの通信が途絶するという不運が重なり、さらにゲシュタポやカルテンブルナー国家保安本部長官の報告によりヒトラーは、クルーゲに疑念を持つようになっており、8月17日に、西方軍司令官を更迭された。 ベルリンへ召喚の途中、自身の名誉を守るため社内で生産で自決した。ヒトラーに当てた遺書の中で変わらぬ忠誠を誓う。一方で、相当閣下、戦争を終わらせてくださいと結んでいる。9月1日、軍隊令をもって葬られた。クルーゲには、おじから、ブランデンブルク州の荘園を相続した夫人との間に、数目があった。戦後になって、 クルーゲの墓が暴かれ遺体が持ち去られていることが判明した。犯人やその動機、そして遺体の行方は現在も不明のままである。ボルフガングも後に中将まで上り、第292師団長、第357師団長、第226師団長などを歴任。第二次世界大戦後はキールに居住し、シュレースビヒホルヒタイン州のドイツ兵士連盟会長を、 努めたマルガリータス、ピーター、カウントダウン 2D、で、ザ・ジャーマン・パースペクティブ、オックスフォード &PA、USA、ケースメイト、P29、ISBN 978から1から612007694ドイツには、民話として、利口なハンスが存在する。これは、好きな子に優しい目を投げてやれと言われたハンスが、 家畜の目をくり抜いて投げつけるという話である。グリム童話においては、デアジェシャイト、ハンスの表記で収録されている。グイド、クノップ、ヒトラー暗殺計画、高木霊役、原書房2008年、ISBN 978から4から562041435、56 P169、ピアニッシモ、312から314。ありがとうございます。